はい、どうも、ゆうくんです。今回はですね、新型三菱トライトンの方を見てきました。で、こちらのモデルのグレードなんですけど、最上級仕様の GSR となっております。2.4 リターディーゼルターボの翼の仕様となっております。まずですね、トライトンのフロントマスクなんですけど、このような感じになっております。昨今の三菱さんの車両に多く採用されているダイナミックシールドが進化したものが採用されて、かなり迫力のある顔つきになっております。で、ライト周りなんですけど、一番上が J タイムランニングライトで、2段目がハイロービーブの LED ヘッドライトとなるようで、ウィンカー、おそらくバルブタイプですかね、のものが採用されているようです。そしてフォグランプも LED 式のものが採用されているようです。で、グリル、よく見ますと三菱の文字ロゴが刻印されております。で、かなりこだわったデザインになっているなと思います。そして、サイズを変えますとこのような形になっております。オーバーヘンダー風のデザインも採用されているということで、かなりね、タフな印象になっているなと思います。そしてタイヤを見てますけど、18インチのものが採用されておりまして、6ケツのタイプとなります。で、タイヤサイズ 26560R18のサイズとなります。で、ホイールハウスの中、このような感じになっております。で、ちょっと車高が高いということで、頑丈なステップも、採用されて、乗り降りもしやすいように設計されております。リアも同じサイズとなるようです。そして GSR になりますと、ちょっと名称を忘れたんですけど、このようなパーツが採用されるということで、こちらにもですね、三菱の文字ロゴが入っております。で、リアから見ますと、このような感じになります。リアもおそらく LED のテールランプが採用されるものと思われます。で、T 字型にですね、光るテールが採用されております。で、リアゲート周りなんですけど、バックカメラもうまくまとめられているデザインが採用されております。で、グレードのバッジの下にはもちろんトラックですので、最大積載量の表記がありまして、500キロ積みということになります。で、バンパーもですね、やはり頑丈な作りとなっておりますので、荷物の積み下ろしもしやすい仕様になっているものとなります。そして GSR ですと、2台、このような感じになっておりまして、三菱の文字ロゴ付きのベッドライナーが採用されるということになっています。まあ、これによってお手入れもかなりしやすいようになっているということになります。で、荷物固定用のフックなども配置されるということになっています。そして、ね、屋根にはルーフレールも採用されているものと思われます。じゃあ、内装の方もね、見ていきたいと思います。はい、乗り込みましてですね、インパネ周りがこのようなデザインとなっております。で、まずメーターなんですけど、アナログ2眼のメーターで、真ん中にカラーのマルチインフォメーションディスプレイが採用されるということになります。これによってね、車両の状況などを細かく把握することができるようになっております。で、ステアリングなんですけど、パンチング加工が施された本眼巻きのステアリングが採用されております。で、ステアリングスイッチもね、採用されて、クルコンも採用されるということになります。で、真ん中行きまして、三菱の、コネクテッドサービスに、対応した Apple CarPlay、Android Auto などにも対応している専用ナビが採用されております。で、例のごとく先ほど使用させていただいたんですけど、ナビも見やすいですし、ディスプレイ関係も見やすくて、大型のボディの車なんですけど、運転もしやすい設計になってるなと思いました。で、その下、大型のエアコンのルーパーがありまして、左右独立のフルオートエアコンが採用されております。その下にエンジンのスタートストップスイッチ、そしてデフロックですかね、のスイッチなどが配置されて、真ん中にタイプ A、タイプ C の USB の充電ポートがレイアウトされるということになります。デフロックのスイッチの隣には 12V 電源もね、配置されるということになります。で、シフトのような感じになります。で、パドルシフトは、ないので、シフト助手席側に倒してマニュアル操作ができるということになっているようです。で、その後ろ、ドライブモードスイッチやヒルディセントコントロールのスイッチがありまして、その後ろの大型のダイヤルでもって四駆の切り替えも素早くできるということになります。で、その下にエビフォルダーが配置されております。で、ちなみに、キーがこのような感じになっております。で、もちろんスマホに、手がしております。で、パーキングブレーキジックタイプになります。で、その後ろ、大型のコンソールが配置されております。
ルシーキーが行きまして、オレンジの設置が入ったパネルがありまして、この中にはですね、大型のボックスが配置されるということになります。で、その下グローブボックス、このような感じになります。さらにですね、また真ん中戻りまして、シフトの奥にもですね、深めのプレーが配置されております。さあ、そしてシートなんですけど、レザーシートがね、採用されておりまして、シートベンチレーション、シートヒーターももちろん採用されるものと思われます。そしてドアトリムなんですけど、こちらソフトパッドがね、採用されておりますので、高級感もね、しっかり感じられる仕組みになっているなと思います。で、運転席はドリンクホルダー、格納式のものが採用されております。で、パワーウィンドウ関係のね、コントロールスイッチ部にはカーボン調のパネルが採用されておりますので、スポーティな印象もある車になっております。はい、そしてさらにですね、パワーシートが採用されるということで、やはりトラックなんですけど、乗用車的なプレミアムな仕様にもなっているかと思います。では後部座席も見ていきたいと思います。そして後部座席なんですけど、もちろん固定式の3人掛けのシートが採用されております。で、後部座席もレザーシートが採用されております。で、パンチング加工がしてあるということで、シートヒーター、シートベンチレーション関係が採用されるものと思われます。で、こちら電入力上がってるんですけど、おそらくセンタードリンクホルダー付きのね、アームレストが大型ものが採用されるものと思います。で、コンソールの後ろ側にもですね、タイプ A、タイプ C のソケットや 12V 電源が配置されております。シートバックポケットも採用されるということで、使い勝手もしっかり考慮された設計になっていると思います。そして天井を見まして、サーキュレーターがですね、両側に配置されております。で、ルームランプのところでサーキュレーターのコントロールができるようになっております。で、リアドアのトリム、このような感じになっております。こちらもね、ピアノブラックのパネルとかメタルのドアハンドル、そしてカーボン調のね、パネルなどが組み合わされて、スポーティーかつ、プレミアムな、雰囲気にもなってるなと思います。で、車高高いということで、もちろんね、大型のしっかりしたアシストグリップや大型のステップが組み合わされております。で、最後に全体的にね、ブラック系のインテリアカラーでシックな雰囲気にまとめられております。で、その中でオレンジステッチも入っているということで、アクティブな印象にもなっている仕様だなと思われます。ということで、新型トライトでした。